南大沢駅は東京都八王子市南大沢2丁目にある京王電鉄相模原線の駅である京王相模原管区所属駅番号は小43京王ライナーを含めたすべての定期旅客列車が当駅に停車する東京都立大学最寄駅という副駅名が設定されており駅北側に東京都立大学のメインキャンパスである 南大沢キャンパスが位置している。南大沢駅を中心とする一帯は、多摩ニュータウンの東京都が施行する西部地区として開発されている。南大沢駅前の約20ヘクタールは、その西部地区の地区センターとして、駅と一帯で整備された。多摩ニュータウン開発計画に絡み、京王帝都電鉄は、当初、相模原線の橋本駅延伸に際して、 途中駅を一箇所設置することを計画で定め、吉木平駅の設置を決定していた。その後、多摩ニュータウン開発の進捗に伴い、マスタープランの中で複数の開発住区に対する生活サービス施設を集積した地区センターの配置場所と定められた中間地点に、京王堀の内駅と多摩坂駅の設置も追加で決定している。なお、当初計画の 吉木平駅は、現在の南大沢駅にあたる。なお、吉木平駅設置に際して、現在の場所が決定した理由は、京王摩センター駅と橋本駅との中間地点に位置することと、ニュータウン計画で一帯が新住宅市街地、開発事業地に定められ、周辺に人家などがなく、白紙で駅を中心に、地区センターとする大胆な街づくりが可能なことであった。また、 当時の相模原線計画では、橋本延伸後に、津久井湖方面に延伸する構想があったため、優等列車の追い抜きが可能な島式ホーム2面4線設計で、用地が確保された。京王多摩センター橋本駅間の延伸工事のうち、当駅までの線路や駅の建設工事は、比較的順調に進んでいたが、当駅と橋本駅間は、 用地買収などに手間がかかり全線開業が遅れることとなったため、同社はやむなく京王多摩センター当駅間を暫定開業させた。その最大の目的は、当駅南側の新宿区で、すでに入居が始まっていて、大体の救済措置として、暫定運行していた多摩センター駅までのバス連絡を1日も早く解消するためであった。 1988年5月21日に南大沢駅は開業した。しかし、駅開設直後は駅周辺には何もないさら地ばかりの状況だった。そこにあったのは駅前の歩行者専用道路のデッキと雨除けのアーケードだけが目立つという予想で、新宿区の団地は駅から約500メートル以内の離れたところに建設されていた。その後、 南北双方の新宿区で多摩ニュータウンの住宅建設が進捗し、東京都立大学やテンプル大学に本校、八王子南郵便局が誘致された。東京都立大学は当初、南大沢ではなく、立川市に移転する予定であったが、立川の用地が手狭で問題視されていたため、多摩ニュータウン開発により土地が確保できる南大沢に移転することになった。また、 大規模商業施設、ガレリアユギが建設され、総合スーパーの中日屋と百貨店の祖号が入居した。駅開設当初は、駅税人口が十分ではなく、祖号と中日屋が相次いで撤退したが、周辺地域での大規模住宅団地の相次ぐ建設に伴い人口も増加し、1998年には、ガレリアユギに新たな各テナントとして、伊藤洋華堂が開業した。 また、新規開発も行われて、アウトレットモールや、シネマコンプレックスなどが誘致された。このほか1996年には、八王子市の南大沢文化会館がオープンするなど、公共施設の建設も進み、今では、地区センターにふさわしい街の様相を呈している。加えて、相模原線の急行運転開始に伴い、当駅が急行停車駅となり、 駅の利便性が向上している。なお、2001年まで運転されていた特急は当駅は通過していたが、2013年に特急が復活した際には当駅も特急停車駅となった。2018年から運行を開始した k 王ライナーも当駅に停車する。土工により地形を整地した南面片側が、堀割式の相対式ホーム2面2線を持つ地上駅で、 橋状駅舎を有している。もともと、島式ホーム2面4線設計で用地が確保されていたため、校内は広々とした作りになっている。鉄骨作りの橋状駅構造としているが、バスターミナルのある駅前広場や、保車を分離した歩行者専用道路のある地盤の同レベルに人工地盤とした駅舎改札口があるため、駅への出入りは、 平面のバリアフリーで行うことができる。なお、駅舎には小規模な店舗施設が併設されていたが、2009年12月、歩行者専用道路のある人工地盤を挟んだ橋本駅寄りのプラットホーム線路上に、新たに店舗施設の建物がオープンした。相模原線の橋本駅への延伸工事の際に、同駅周辺の用地買収の遅れが原因で、開業が遅れることになった。 そのため、当駅開業までの間は当駅が始発終着駅となり、橋本寄りの下り本線が折り返し用の引上げ線に利用され、1番線に到着した当駅終着列車は、引上げ線で折り返して2番線の乗車用ホームへと入線した。橋本延信号、渡り線は非常時折り返し運転用に残してあるが、現行の営業用としては使われていない。 改札口とホームとの間にはエレベーターとエスカレーターが設置されている。エスカレーターは改良工事の際に上り、方向のほか下り方向のものも増設された。トイレは駅舎内にあり、ユニバーサルデザインの一環として誰でもトイレも設置されている。2019年度の1日平均乗降人員は63,422人である。 多摩ニュータウン内の駅としては、京王多摩センター駅に次いで、第2位である。駅周辺に大規模商業施設の開設、都立4大学改組による、東京都立大学の開設などにより、上降人員数は増加傾向にある。2009年度には、京王八王子駅を抜き、八王子市内の京王電鉄の駅としては、第1位となった。また、乗り換え駅である京王稲田堤駅、 京王長山駅より多く、京王稲田堤駅とほぼ同等の増加率だった。開業以降の1日平均乗降乗車人員の推移は、下表の通りである。微光、南大沢、別所、上ゆずき、及び、下ゆぎも、山椒等駅周辺は、多摩ニュータウン西部地区の地区センターとして整備された計画的な街並みである。東京都は多摩ニュータウンを各都市としており、 その多摩ニュータウンの中心地区の一つである東駅周辺は他の多摩センター駅周辺や若葉台駅周辺と共に東京都の都心東京電地区に位置づけられている。平日は東京都立大学の学生により休日はアウトレットなどの買い物客により駅周辺は賑わいを見せている。駅周辺は八王子市及び南大沢警察署の 違法駐車取締り重点地域並びに、自動二輪、原動機付きバイク取締り重点地域に指定されている。また路上喫煙禁止地区にも指定されている。当駅周辺は、多摩ニュータウン通りを境に、多摩ニュータウンの第2010区と第1410区に分かれるので、それぞれ分けて記述する。京王バス、神奈川中央交通、東京空港交通の三社の路線が乗り入れる。 以前は富士急平和観光も乗り入れていた。路線の詳細は、京王バス南大沢営業所、神奈川中央交通多摩営業所をそれぞれ参照、その他南大沢駅周辺は多摩ニュータウン西部地区の中心として開発され、西部地区センターに位置づけられている。東京都市港の新住宅市街地開発事業である西部地区では、1965年12月から、 山林部分の用地買収が行われ、1971年7月には当時の建設大臣から新住宅市街地開発事業の事業許可を得て、同年11月から集落部分の土地買収に着手した。その際に、八つ部分もできるだけ事業区域に含んで計画されることになったが、強制買収を可能とする新住宅市街地開発事業といえども相当数の 家屋を有する状態となっていて、このために既存住民の移住先となる大量の優先分譲地を確保する計画となった。これを受け、まずは1971年頃から工事用道路の整備に加えて優先分譲地の先行整備が始められた。そして大型の家屋移転が完了した後の1978年度から本格的な土地造成に着手することとなった。 東京都と八王子市の協議では、多摩ニュータウン西部地区開発大綱がまとめられ、これに沿って開発が進められた。その中で、南大沢駅前には、西部地区センターとして20ヘクタール程度の土地が確保されることとなり、商業業務施設や、その他公益的施設を整備することが位置づけられた。そしてその中で、京王相模原線は、多摩センター駅から、 南大沢駅まで単に伸ばすのではなく、一挙に横浜線の橋本駅まで伸ばすという考え方も示された。また同時に埋蔵文化財の調査では、勝手に発掘範囲が拡大されていたり、二重三重の発掘が始まって予想以上に時間がかかるなどし、土地造成に大きな支障が出る事態がいくつも発生していたことから、事前に遺跡の存在範囲を正確に確認するべく、 基礎調査が1976年から3カ年にわたって行われた。結果、多摩ニュータウン全体で遺跡数883カ所、遺跡面積357ヘクタール、西部地区だけでも297カ所、100ヘクタールもの大量の遺跡が見つかり、いずれにしろ開発スケジュールの大幅なスローダウンは避けられないとして新たに発見された遺跡のうち、 重要そうで時間のかかりそうなところは土地利用変更で対処が行われることとなった。1977年から1978年の前半にかけて土地利用変更し半年余りで建設大臣に施行計画届出が行われた。こういったイレギュラーな形の施行計画届出がされ、1983年3月には小学校と中学校そして 中層住宅1018戸で西部地区の最初の入居が第14重区で果たされることになった。しかし道路は未完成で住宅建設と道路建設が同時期になってしまい、現場では今日はどこの道路を通っていけばいいんだよというやりとりが行われていた。鉄道も多摩センター駅までしか開通しておらず、多摩ニュータウン通りから 多摩センター駅に向かうバスサービスで対応されていたが、その多摩ニュータウン通りも、土地区画整理事業の遅れで一部が完成しておらず、片側だけで、やっと通行できる状況だった。東京都立大学は当初、立川市への移転が予定されていたが、立川の用地が手狭で大学内で問題となっていた、ことから多摩ニュータウンに移転することになった。この移転のため、 西部地区の計画はさらなる見直しがされ、第2 0 1区の末に日向緑地を含めた約42ヘクタールの土地に用地が確保された。これに伴って住宅用地が減少するため、全体的に高層住宅の比率を上げることで全体の住宅個数を減らさない対応がなされた。さらに、第1 6 1区には誘致業務施設用地を設定するとされ、 東京都の中の福祉局や教育庁から要請があった老人福祉施設や新障者福祉施設や養護学校を配置することが決定した。しかし、八王子市側は大学誘致を全く歓迎しておらず、東京都は八王子市との交渉に難航する。最終的に八王子市からは市内にある藤森公園級の公園を 市内にもう2カ所作るという交換条件が出され、東京都側は渋々飲むこととなった。それから、南大沢駅前の、西、南大沢駅の南側には、商業施設や八王子市管理の公益施設を入れること、東京都立大学の手前には、大学関連の施設を入れるとともに住宅を乗せると、いったことも計画された。1984年の最終的な見直しでは、 京王相模原線と多摩ニュータウン通りをまたぐ巨大な南北ペデストリアンデッキに駅改札口が面するようにし、南端には駅前広場も設け、そのバス乗降場には雨よけのキャノピーを設けることとされた。そしてようやく1987年5月に京王相模原線南大沢駅が開設された。1991年に 東京都立大学南大沢キャンパスが開設され、1992年には、祖国のジュニアデパートとスーパーの忠実屋が、キーテナントの南大沢駅前で、最初の商業ビル、ガリレアユギが開業した。また、八王子市が1996年4月に、フレスコ南大沢という土地新宅ビルを建設し、そこには、八王子市の文化施設が併設されている。 2000年9月には定期借地方式により三井不動産がラフヘッドタマを開業し町の賑わいを創出している。第1 5 1区の建設においては高段志向区域にてタマセンター駅周辺と一体で整備された落合鶴巻地区で優れた景観計画が行われていたことからそれに触発される形で東京都側でも綿密な景観計画が実践されることになった。 東京都と八王子市だけでなく、公団が大いに協力して進められることになり、これらで十五十区住宅企画会議が組織され、その会議の場で景観計画上の調整を行うことが決められ、その下に実動部隊となる景観等調整会議を作ってスタートされた。その中心となる計画を担う専門家を一人置き、マスタープランの作成と全体の調整を行いながら、 実現を図っていったのが、後に数々の賞を獲得するベルコリーヌ南大沢となった。この10区の景観計画は、第2010区、2110区、1610区でも統一して実施され、相互に歩行者専用道路がネットワークされて、車道を一切横断することなく、各10区から駅前までの移動を可能にしている。江戸時代、現在の八王子市付近には2つの、 大沢村があり、当駅周辺は南にある大沢村であることから南大沢と名付けられた。相模原千円新興時計画時の駅名箇所は吉木兵だったことは前期した。吉木とはこの地域全体が八王子市に編入前行政地名が南多摩郡吉木村であったことに由来する。京王電鉄相模原線、京王ライナー特急、準特急、 急行、京王多摩センター駅南大沢駅、橋本駅区間急行、快速、各駅停車京王堀の内駅南大沢駅、多摩坂駅東京都統計年間。ありがとうございます。